ダン・バンラム、1993年8月13日体は、ロシアモスクワ出身のベトナム代表サッカー選手。J1 リーグセレッソ、大阪所属。ポジションはゴールキーパー。母親は、ロシア人、父親は、ベトナム人のロシア系ベトナム人であり、ロシア語、ベトナム語、英語を話せるトライリンガルである。ロシアモスクワ出身のバンラムは、 ロシアの名門スパルタクモスクワやディナモモスクワのアカデミーで育つ。その後、父親の母国のホワンアインザライ FC でプロ選手としてのキャリアをスタートするが、ほどなくして姉妹クラブであるラオスのホワンアインアッタプー FC に期限付き移籍となる。その後は、生まれ故郷であるモスクワのアマチュアチームのドゥスラル、モスクワに移籍。2014年、ロシア4リーグのロジナモスクワに移籍する。 2015年にベトナムに戻ってハイフォン FC に加入し、2016年から CGK に定着する。2019年2月7日、遺跡金45万ユーロの3年契約でタイリーグ1のムアントンユナイテッド FC に移籍。二2021年1月30日、J リーグのセレッソ大阪に移籍した。同年9月13日の練習中に負傷し、検査した結果、 左肩関節脱臼と診断されたことを同20日に発表。2017年6月、ホーチミン市で開催された AFC アジアカップ2019、予選のヨルダン代表戦で代表戦初出場を果たし、無失点に抑えた。2018アフスズキカップでは優勝を果たし、バンナム自身もベスト11に選出された。AFC アジアカップ2019ではベスト16で、 再び、ヨルダン代表と対戦し、PK 戦でシュート一本をセーブするなど準々決勝進出に貢献した。ありがとうございます。